ます。今もう5時50分頃になります。まあ薄明るくはまだなってないね。まあ海側が少し明るくなってきたかなと。まあそんな感じです。今日も同じくサーフの兆候となります。まだね、本当にうっすらとしか、なんか、明るくないかもしれませんけども、まあ肉眼では、海の方は明るくはなってきてるんですけど、まあこんな感じですかね。ライトを消すとこんな感じです。まあ水平線の方が明るくなってきたかなという、そんな感じです。では、まもなく到着となります。今日サーフ来てます。もうシーズンも終わりですからね。もう今来ておかないとね。ちょっと。ただね、波荒いんだよね、今日ね。波が荒い。うん。さあ、ポイントだけど、今日はどこなのかな。どこに離岸流があるか。ただ見えないね、今ね。全くね。こっから見た感じじゃ。ああ、あそこ離岸流っぽいね、あれね。違うかな。違うな。さあ、離岸流がどこにあるか。それが問題だよね。この明るさでは見えないよね。さあ、どこかな、離岸流。それによってはポイントちょっと変わっちゃうけどね。ここは違うね。なんかあそこっぽいんだよね、あれね。あそこっぽいよね。ちょっとあそこ行ってみようか。もうちょっとね、明るくなるとなんとか分かりそうな気はするんだけど、今だいたい時刻6時頃かな、になったと思いますけども。さーて、離岸流どこにあるかな。波ね、2メーターとかって言ってたんだけど、だからそんなんでもないね。もう今日満潮が8時40分だか、なんかそのぐらいの時間帯でしたけど。ということでね、いいかもしれませんけども。もう地合的にはね、私が思ってる地合はもう間もなくです。そこら辺っぽいんだよな。地形がね、ここら辺違うからな。なんかここら辺っぽいような気がするんだけど。もうちょいかな。ここら辺かな。流されるね。風が、左側後方から流れてまして、ちょっとルアーが流される。さあ、離岸流がね、どこにあるのかわからない。見えてない。さあ、どこだろうね。見えてないね。地形的にはね、
良さそうなんだけどね、地形的には。潮目があるといいんだけどな。潮目が見えないね。うん、なんか良さそうな気するんだけどね、ここら辺。こういうような気もするな。来ればそっちのような気もするしね。難しいね。分かんないな。わかりませんね。
まず深く掘れてっとこだと思うんだけどね。まあここら辺だと思うんだけどね、多分。まあいいや、ここでやろうか。さあ太陽が昇ってきそうだね、もうね。あ、雲に隠れてる、あれ、あそこから上がってきますね。もうそろそろ太陽の顔出すんじゃないですか。頼む、離岸流分かんないとこだが、カレントがどこにあるか分かりません。潮目があったらすぐ分かんないよな。この感じだよね。そんな感じするんだけど、ここっぽいな。さっきよりも潮が速いような気がする。あ、さっきよりも潮が速い。違うかな。さっきよりも潮が速いな、ここ。ここっぽいな。ここっぽいっすね。地合いですからね、そろそろ。そろそろ地合いですよ。時間的にもうそろそろですよ。あ、いいな、ここ。ここだね。ここで粘る。ウがいますね、あそこに。そういうことは小魚いるってことだよね、そこら辺にね。ウがね、今この線上にいました。
あの波のほら崩れる、まあここら辺、そこら辺にうがいましたね。つうことはね、小魚がいるっていうことはヒラメもいそうな感じがするね。お、ほらここだ、目の前に来たね。目の前にうがいます。おお、ちょうどルアー落ちるあたりだな。潮がいいもんね、これね。うん、かなりいい感じ。試合とともに釣れ始まるからね。今までいなかったはずなのにみたいな。急に当たるからね。お、なんだあれ。今の見えたかな。スナメリ？ひょっとしてでかかったよ今の。ほら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 、何あれ、スナメリ？ひょっとして。今そこです、私の竿のところ。前背中出しましたよ、背中ポワンって。何今のクジラなんかそんな感じ。なんだ今の、クジラかな。さあ当たってませんね、釣れてませんね、誰も。試合なんですけどね、そろそろもう試合過ぎちゃったかな。まだ大丈夫だと思うんだけどね。シャバシャバになった。あー、離岸流見つけました。ここです、離岸流見つけましたよ。離岸流ここに出てました。ここです、このブイの前か。離岸流出てましたね。ここです、ここここ離岸流出てます。目の前です、私の目の前に離岸流出てます。あ、シャワシャワになってる、ほらほら、シャワシャワになってるよね、あれねうん、私のお決め、ルアー落ちるあたりだな、シャワシャワーってなってるのは。違いますよね、ほらあれ、離岸流ですね。カレント、ここです、ここです、場所的にはここ。シャワシャワになってるもんね。さあ、あとは魚がいればヒットしますよ。魚がいれば。魚
さかなクン、さかなクンがいればね、ヒットしますよ。いい感じだと思うんだけどな。お、また出た。いるよ、あれ魚、あのでっかいのなんか背中出して、クジラじゃねえ絶対あれ。今そこ、多分そこら辺で出るよ背中、ビュコンって。何あれ、クジラ？クジラっぽいような気がするんだけど。クジラだな多分あれ。あのスナメリってやつじゃねえの？ひょっとして。今いたよ、背中出したよ、向こうって。なんだ、やだな、あんなのいたら。おろろろろろろ、出た出た。やっぱいるわ、そこに。いるね。私の竿の延長上にいる。うぅ、気持ち悪い。でかいんだよ、だいたい。人がいたら魚出ないよな、多分な、逃げちゃうよね。ほろろろろ、あっち行った。今度うろうろしてんな、そこら辺で。やっぱ魚いるのかもしれないよね、あいつがうろうろしてるってことは。小魚食べてんだろうから、むやみやたらにね、泳いでないからね。あそこら辺でうろうろしてるっちゅうのは、あそこら辺に魚がいるのかもしんないね。そういうことは、あそこでやってる人は一番確率が高いのかも。逆にね、逆に言えば。わかりませんけど。この感じ、いい感じだな。こういう時にかかってほしいね。潮目できてる、俺の前に潮目が、ほら潮目ができてます。潮目がわかります？潮目、ほら延長上に潮目あるよ今。やっぱりここカレントだったね、間違いなく。